ドランメンは、ノルウェーブスケル県の都市。1838年に市となった。面積は137平方キロメートル、人口約10万人。ドランメンは、ノルウェーの主要都市の一つで、首都オスロから40キロ離れている。都市の中心は、谷の終わりに位置し、ドランメンセルバ川の両側に市が広がる。川は、ドランメンフィヨルドへ注ぐ。ドランメンは、 ノルウェーの自動車及び果物の主要輸入港である。2006年1月からドランメント市圏の人口は159,704人となった。ノルウェー第6位の都市圏で5つの基礎自治体が含まれている。このオスゴのダラフンに由来する。これはドランメンフィヨルド内部の初期の名前である。フィヨルドはしかしドランメンセルバ側に由来するので、 これに従えば DRFN に由来することになる。死の紋章は1960年から使用されている。これはブランゲーネス地方で1723年から使われていた古い紋章を元としている。モットーはラテン語でインハイド・エティ・ユー・スティティア・フォーティトゥードである。鍵は精神を、剣は正義を、石中は強さを表す。アスコリンとスコジャーベヤンに残る。 石窟芸術は紀元前5000年から7000年頃のものである。これらがこの谷に人が定住していた証となる。アスコリンにはヘラジカを描いた壁画がある。ドランメンの発祥は3つの小さな港からなる。ドランメンセルバカ川北岸のブラゲーネス、ストロムソ、南岸の単元である。交易が発展するにつれ、港は商業都市の一部となった。 三つの港が非常に近いにもかかわらず、ブラゲゲーネスはクリスチャニアに含まれ、ストロムソはトンスベルグの一部であった。これは、近接した港都市の連携が不可能だったことを物語る。1662年、合併により、ストロムソとブラゲーネスがフレゼリクストロムという名の商業誌となった。この申し出は、デンマーク王フレデリク三世によって拒否された。 ブラゲーネスは1715年に限定付きの商業市となった。ストロムソとの合併は1811年6月19日に一つの市となった時に同時に行われた。その特色ある地理条件から市は旅客業、造船業、丸太運搬、材木取引が19世紀から行われてきた。現在は製紙業とパルプ生産も行われる。 1960年代の間に、ドランメンセルバ川沿いのパルプを呼び、製紙工場は閉鎖された。市の大半は1866年7月12日から13日に、かけ、起きた大火で廃墟と化し、市中心部の特色ある広場、ブラゲーネス協会などが再開発がされた。1909年、ドランメンに、スカンディナビア諸国発のトロリーバスが導入された。 路線は1967年に廃止された。何年もの間市中心部は慢性的な交通渋滞で悩まされてきたが、1999年に市中心部から抜けるブラゲーネストンネルが開通した。近年、市中心部が刷新され、新築住宅建築、飲食店や商店街整備、ドランメンセルが川沿いの遊歩道整備などがされた。市内は、 ウスタ、フィエル、ブラゲーネス、グルス高原、コンネラ、ソーガー、ストロムソ、タンゲン、オソレン、オシエンの地区に分かれる。アブラサンド地区は、ドランメンセルが川沿いにあり、特徴ある街並みで知られる。18世紀から19世紀にかけ、建てられた建物が並び、市の名前を知らしめるビール工場がある。ありがとうございます。